テンプスラムチャンネル始まりましょう。よろしく。テンプスラム吉永です。どうしろきです。土曜の夜いかがお過ごし？うい、し何の番組これ。確かにえ土曜の夜かどうか分かんない、分かんないな。本日は鈴木辰巳選手特集。おさあ、はい、ついにね、はい、つい先日、うん、1500勝達成したということで、はい、そしてあの鈴木辰巳選手の紹介をしてなかったっていう、してなかったっていうかですね、レジェンドなのにね、はい、うん、鈴木辰巳選手といえば、うん、浜松を代表するベテランレーサーで、うん、はい、浜松の看板をね、うん、背負ってきた選手でございます、うん、まあもうレジェンド中のレジェンドなんですけれども、ね、はい、鈴木辰巳選手のプロフィールなんですけども、はい、静岡県出身、うん、もう地元の人ですね、はい、で69歳、お69、はい、デビューが1975年ということで、うん、え47、8年前か、うん、もうデビューして47、8年、うわすごいな。19533月生まれだから、あと1ヶ月ぐらいで70代。なるほど、ということですね。鈴木辰巳選手13期ということで、うん、同期はね、うん、まあ阿久津正夫選手とかねいらっしゃるんですけど、まだまだ同期が7人もいるということで、うん、そうね、13期、まあ、鈴木辰巳選手含めて7人ということで、なんか松永選手見たことあるな。あ、この間200万出したから、うん、あ、そうね、名前は、うん、200万車検出した、ね、あ、藤本選手もその時1着だったんだ、うん、で、2着松永選手、13期コンビで、あー、なるほど、何気づいてれば当たってたじゃん、13期買いしてれば当たってたじゃん、絶対買わねえだろ、13期買いで、くっそー、ミスった、はい、もちろん、所属は浜松ということ で、うん、はい、で競争者名がゲイリー、ゲイリーなる、うん、S クオン、あ、S クオンはよく見る、うん、なるはもしかしたら娘さんから取ってんじゃないかな。まあでも人の名前だよね、ゲイリー、うん、ゲイリー・オールドマン、なんかクオンも人の名前っぽいけど、なんだろう、ゲイリー・オールドマン、ゲイリー・オールドマンだ、こういうね、俳優でね、俳優ね、あのハリー・ポッターのブラック、 なるは多分自分の娘さんだと思うね、うん、はい、で身長が100?58.4、お158.4、小柄だね、小柄、体重も軽い、46キロだよ、46.9、軽っ、すごいね、まあだからスタート早いんだろうな、多分実際見たらめっちゃなんか小柄なんだろうな、うん、160なくて40キロ台で、正座が魚座、魚のようなピチピチとした生きのいい走り、趣味角刈り、いや違う魚釣り、趣味角刈り、ちっちゃいけど確かに魚座だから魚釣り好きになっちゃったのかわかんないですけど、現在 AK の57位、おで通算勝利数が1500、うん、そうね、先日ね、先日達成して、ね、優勝してますから、あ、1着取ってますから、で通算優勝回数が107回ということで、おお、100回を超えてる、はい、もう本当に素晴らしい、でそのうちの SG が1、 G1 が8、はい、G2 が7、はい、おお、すごい、まあ、すごい成績ですね、はい、素晴らしい、でその鈴木辰巳選手の娘さんなんですけど、うん、鈴木成美選手という名前で、あの競艇選手やられておりまして、なるほど、はい、成美選手、成美選手だからなる、そういうことだと思うんですよ、はい、で鈴木辰巳選手ってスタート速い選手なんですけども、うん、その鈴木成美選手も競艇の世界ではもうスタートの速い選手で、親子揃ってそのスタート速い DNA みたいな、スタート速い何かが受け継がれてるんですよ。で、その、まあ、鈴木辰巳選手の特徴なんですけども、うん、先ほど言ったスタートの速さ、あ、まあ、やっぱ軽いしね、そう、体が速攻決めて、あの逃げて一着取るみたいな、うん、そういうタイプの選手もいます、うん、まあ、さばきもね、はい、はい、ありますけれども、でね、伊藤信夫選手がデビューするまではね、うん、鈴木辰巳選手がもう浜松のナンバーワン、お、もう歴史を背負ってきた選手なんです。浜松のトップって感じでした。はい、未だに人気のある選手、うん、やっぱ浜松では人気の高い選手となっております。なるほど、はい、そしてですね、うん、鈴木辰巳選手、うん、浜松の選手の中で唯一の1000勝100位達成者ということで、うん、唯一なんだ、はい、意外とね、まあおそらく、うん、鈴木圭一郎選手が、ね、うん、2人目と、はい、ダブル鈴木、なるほど、が浜松の1000勝100位達成者になるんじゃないかと思いますけれども、はい、うん、まあ、伊藤信夫選手とかも可能性ありますし、はい、鈴木辰巳選手がね、いかにすごいのかっていうのがね、うん、はい、これで分かってくれたかなと思います、うんうんうん、ということで、はい、じゃあその鈴木辰巳選手が SG 初優勝したレースをね、見ていきたいなと思います、うん、ということで見ていきましょう。こちらです。こちら、1990年に行いました、うん、オールスターオートレースの優勝戦でございます。おー、すごい面々ですな、えぐいな、これ阿部光男選手、歴史上の人物みたいな、片平並びだね、織田信長とか徳川家康とかぐらい、ガンちゃん、あ、現役じゃん、そしてガンちゃん現役で、
福田茂選手、うん、島田信弘選手、広瀬時雄選手、まあ、森且行選手の塩さんですけど、まあ、岩田選手、うん、ガチ号車小林圭一選手、もう全員レジェンド。えぐいな。これすごいな、全員レジェンドだな。この並びで勝つんでしょ、はい。まあでも、阿部選手とか売れるんじゃない ?1 号車で。あ、まあ、片平選手と 1、2で。まあ、ガンちゃんは絶対売れるしな。ウイシーはまあ買うだろうとね。まあ、島田選手も売れるだろうね。はい。はい、じゃあ。どういうレースになるのか、どういうレースだったのか、まあおそらくスタートを決めて1着取ったんじゃないかなと思いますけれども、うん、はい、おそらく多分ブンブンってえそうヒカキン、ヒカキン出てるドキ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 、いつもこれからだった、悲しい時そっちかい、そっちの、ということでじゃあ早速見ていきましょう、どうぞ。ゲイリー、昨年末から地区対抗スーパースター全日本選抜とタイトル総なめ島田信弘、6番に21年前の第3回大会を制したのはこの人でした。ご存知オート界の神様、走る歴史、広瀬時雄。7番に展開に左右されないガッツファイター、裁きで見せ場を必ず作る岩田幸雄。8番に4年連続優勝選手の小林です。さあスタートいたしました。このスタート、まずは鈴木辰巳が一気に行きました。まくっていきました。鈴木辰巳一気に先行です。5枠の両者が追走する形になりました。小島さん、いかがですか。はい、今節切れてる鈴木選手のスタートですから、これは予想されたことなんですけどね。はい。はい、さあホームストレッチに入って2周目に入ろうというところ、2番手追走は5番の島田の武弘でありますが、島田も切れてましたね。はい、切れましたね。やっぱり間に合ってますね。はい、さあ先行は3番の鈴木、これを島田と2番の片平が追走する形になりました。片平の位置はどうですか。はい、これはまだ圏内なんですけどね、あとは鈴木選手のペースでしょうね。あ、注目の小林は5番手におります。1番の阿部が4番手の位置、バックストレッチに抜けてまいりました。10周とはいえスタートで6番手以下は勝負にならないと言われておりますが、後方の選手どうですか。小島さん、そうですね、もう阿部選手がブロックにかかってますからね、はい、前の4台でかなり有力になってきましたね。気合の汗がほとばしり燃えて爆走いたします。さあ3番の鈴木辰巳、そして5番の島田信弘がちょっとちぎってますね。そうですね、ちょっと片平選手滑ってるような感じしますね。あ、はい、2車から後続車がだいぶ水が空いています。4車身ほど空けています。3番の鈴木辰巳、5番の島田、これマッチレースの様子を呈してまいりましたね。そうですね、もうスクラッチ模様ですね。はい、さあ3番の鈴木がなんとかこらえるか、5番の島田が4連続タイトル総なめになるのか、2番の片平が追走する形、あと5周になりました。どうですかこの位置、小島さん。はい、もう1、2着どちらかというところになりました。あ、片平どうしちゃったんでしょうね。ちょっとやっぱり車足んないみたいですね。はい、ホームストレッチに入ってまいりまして、あと4周になりました。3写真ほどちぎっている3番の鈴木辰巳であります。今節絶好調と言ってもいいでしょう。さあもう本当にマッチレースになりましたね、小島さん。そうですね、島田選手意外に車出ませんね。ホームストレッチに入ってまいりまして、いよいよあと3周であります。立ち塞がる風の壁を突き破って先行しております。3番の鈴木辰巳、もうすべて富士のマシンでの戦いですから、あとは腕技ですね。そうですね、はい、はい、本当にちぎれ加減であります。3番の鈴木辰巳、そして5番の島田信弘追走。さあいよいよ残り2周であります。3番の鈴木辰巳、いよいよ悲願が待っているか、初めての特別競争タイトルが待っているか。5番の島田信弘、なんとかタイトル総なめ4つ目が欲しいところ。さあいよいよ3、4コーナーからホームストレッチに入ろうというところ。3番の鈴木辰巳、あと1周だ、嬉しい、あと1周だ。精神的にも一番つらい勝利への剣が峰がやってまいります。最後のバックストレッチ、先行は3番の鈴木辰巳、4写真から5写真ぶっちぎり、最高の気分でいよいよ3コーナーへ向かった5番の島田信弘、もう絶対絶命か。ホームストレッチに入ってくる。さあいよいよ嬉しい特別発売が待っている。特別初 V という金字塔、まさに自らベルリンの壁を打ち破った、ね、鈴木辰巳選手、うん、見事な逃げ切りでしたね、うん、スタート決めてのね、ぶっちぎりの青春、平尾正樹さん、パパ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 パということで、はい、鈴木辰巳選手ね、まあ、見事、まあ、SG、うん、まあ、この当時は特別って言ってたんですけど、まあ、見事優勝ということで、はい、なるほど、ね、はい、このスタートが今でも健在です、あります、はい、鈴木辰巳選手ね、うん、まあ、年齢的なあれでハンデは前になってますけども、うん、まだまだ、はい、活躍してますんで、はい、今後の活躍にも、ね、期待して、そして長らく、はい、まだまだ現役続けてもらえたらなと思います、はい、ということで以上鈴木辰巳選手特集でした。ということで本日のこちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったら見たらチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。
願いします。